レールに乗らない自分を貫く人生を。ハリー村長だぽい。サコだぽい。こんにちは。はい、ふさちゃん今日は何するか。はい、今日はイノシシを取るための技を作ろう。技を作ろう。まあ、技っていうのは罠のことです。はい。くくり罠ね。うんうん。うん。じゃあ行っちょこ。このチャンネルではハリー村の楽しい生活をお届けしています。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。行っちょこうって。うん。じゃあやりましょう。やりましょう。はい。はい、ですね。これがまあ部品です。こういう L 字のものね。うん。いや L 字はね、それ手作り、完全手作りで。うん、まあまずその出来上がった形、うんうん、から見せた方がね、イメージつきやすいと思うんやけど、うん、これがあの罠の、うんうん、その足踏む部分ね。で、これ足踏んだら、うん、パコって上がるから、うん、ここのワイヤーが外れて、うん、バネでキュッて閉まるっていう形です。はい。ほんで、そのバネはどこにあるかというと、うん、まあ、こういう感じだよね。多分何にも映ってないこれです。よいしょ。こういうものなのね。これを作ります、うん、こういうスプリングね、うん、技作りなんだろう。ということで、まあちょっとこれは買っちゃいました、うん、ビニールパイプとか、うん、ビニールパイプとかちょっともう手に入りにくかったんで、もうちょっとこんなん売りようがや。これはまあある。うん、すごいやん。ここまでもうでき中。うん、やき、まあワイヤーとかね。あ、すごい、何個も買っちゅうね。4個。これがあれや、あの貸し止め機。貸し止めをします、はい、貸し止めっていうのがなんか言うだろ、なんか止めること。うん、うん、金具を止めるだろ。そう、うん、すごいね。それでギュッと潰して。そうやね、うん、ギュッと潰して輪っかを作るっていうことと、うんうん、でワイヤーがこれすげえ引っつけるしかそれはない。あ、さっきのは、うん、まあストッパーね。うん。もちろんストッパーがあった方が安全ではありますが。じゃん。おお、ワイヤーですね。うん、スプリング。これ切るのどうするやん。ああ。これはちょっと木を切るようで。うん。これもちょっと手作り用です。ストッパー引っ掛ける円、うん、これはそれ以上いかないようにするやつ、うん
よりもどしの7字型。かしとめるのはこれやね。これ。かしとめ。まあ。ということ、はい、はい、皆さんどうでしたでしょうか。楽しかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。それでは皆さん、また明日お目にかかりましょう。青年よ、ビジョンいだけ、ハリー村長でした。サコでした。バイバーイ。バイバーイ。